はるくん、おかえり。あら？こんにちは。お久しぶりです。愛ちゃんは相変わらずしっかりしてるわね。はるくんにも見習わせなきゃ。ところで、今日は来るの遅かったわね。私が半ば強引に。強引？愛ちゃんが春樹を大学に連れて行ったの？ええ、そうです。これ以上休むと留年の危機だったので。愛ちゃん、ありがとう。愛ちゃんは私より、はるくんのことよくわかっているのね。ちょっと羨ましい、なんて思ったり。いえ、私は春樹のこと、全然わかってないです。私は、ここに来てくれる春くんのことしかわからないもの。外でどんなことして過ごしているなんて、見れないわ。私も、春樹と会うのは久しぶりです。昨日が2ヶ月ぶりでしたから。愛ちゃんのことだもの。きっと自分から会いに行ったのよね。分かろうと努力している人は違うわね。私は、ここから出たくても、出れないから。大丈夫よ。はるくん。最近私、暇をつぶす方法を思いついたの。くだらないことをいろいろ想像するの。例えば、どんなのがあるんですか？本当にいろいろあるんだけど、そうね。退院したらやりたいこととか。どうやったら病院を抜け出せるかとかね。まあ、別に本当に抜け出したいなんて思ってるわけじゃないんだけど、想像だけするの。
最近のマイブームは、私がどこかの異世界で誰かと恋をする想像かな。妄想でもいいの。私、恋ってしたことないから、どんなものだかすっごくすっごく興味あるの。あそこの商店街みたいに賑やかで、みんな優しいの。ここの看護婦さんみたいに、みんな忙しそうにしてないの。その世界ではみんな健康で、病気になったとしてもすぐに治っちゃう。ありえない世界だけどね。アンズさん、大変そうね。ハルキも、つらいわね。私なら、いつでもハルキのそばにいてあげるから。ハルキの家には今誰かいるの？
ねえ、たまにはサボらない？だからサボりましょう。気分転換。ハルキ、疲れた顔している。見ている私も辛くなりそうなの。一緒にディナーでも食べに行きましょう。